スパルと申します。本日はレリー記念研究所治療シアターにて DVD オブザデッド。倒れても何度でも立ち上がる不滅の DVD、 それが DVD オブザデッド。使用パークはこちら。よろしくお願いします。ただとフォビがあります。ごめんなさい。本当になし、そんな目で俺を見ないで。なし、動いて。あなた、ごめん、ほんと、タナトフォビアに怯えないで、本当にごめん。もう、いやー、ちょ、まあ、しょうがない。受け入れよう、これは。背負ってる5、受け入れざるを得ない。いやー、な、燃えてる音しない？え、な、音怖すぎんだけど。これ、あれか？新しくなったリージョンか？やばい音すんだよ、これ。まあ、俺、あんま関係ないからいいけどさ、その、そう、それに関してはあんまり関係ないからいいんだけど。あら、痛い。痛い。まあ、いっか。まあ、とりあえず回復してから行くか。わっ、 BGM かっけー。初めて新リージョンと当たったわ。まあ、その負傷自体はあんまり関係ないんだけど、本当にごめんみんな。タナトフォビア、本当に申し訳ないと思っています。いやー、これ5回目の攻撃、俺が受けたいなはおかしいか。さあ、レリー、オブザデッド的にはいい寄りだと俺は思っているマップだけれども、いかがなんでしょうか。さあ、タナトフォビアが重くのしかかっていく。ルインあんのかな。ありそう。なんか相性良さそう。ないね。パーク構成気になるな。タナと、ないってことは、でも遅延パーク、いやー、今のナンシーは普通に切られてるから狂乱は終わったね。オッケー。さあ、4人全員負傷からスタートと。 20% マイナスを背負ってる。なんか逆にだよ、逆にこう全員負傷してるなら、まあ私が負傷しててもなんか許されるみたいな雰囲気ある説あるよね。これ俺救助行こっか。そうだ、これを忘れてたわ。これを警戒しなきゃいけない。でもじゃあ発動したんだったらここでいいわ。俺がこっち側でやられるに努めてもいいかもしれないね。さて、ドカン、オッケー。どこ？あっちか、奥か、奥側ね。いやー、ここ無視してくるかな。結構がっつり、やばい、これ行こう、行った方がいいわ。ルイもないし、これはね、俺の予感が大変なことになってるって言ってるわ。ザリカシ姉さんが結構やばい状況になってるって言ってるな。で、共鳴タナとはオッケー。これまあでも救助ボロ足りないんだよね。ボロ足りないのだけどうにか回復抜くか。ごめん、一旦抜かしてもろて、いやー、あっち行かれちゃうかな。いや、ナンシー、ごめん、ナンシーは助かってほしい。あれ、癒しの輪だった。俺さっき、いや、全然見てなかった。癒しの罠かどうかを全然見てなかったわ。ここをやっぱできるだけ真ん中寄りの発電機から回していきたい。リージョンなら特に。これはまずいですね。状況まずと。で、フェリックス行ってる。でもここで真ん中発電できればまだでかいから。あと、そう、この人、共鳴する靴、悶絶のフックがあるってことは、そのフックに釣りに行こうとするから、これはパーク構成的なコンセプトで考えると悪くないと思いたい。これ発動させちゃおうか。うん、発動させて叫んで、叫ばない。あれかな、一番奥のやつが壊れたかな、さっき回してたやつ。自力してる。なんで、どうした、諦めてる。諦めないでほしい。頑張ってほしい。オッケーオッケー、ナイスナイス。回復いらない。オッケー、頑張れフェリックス。諦めんだよ、ごめんな。あ、分かる、気持ちは分かる。こんな、なんか棚とフォビアつけてる敵に対して、お前何やってんだと。あー、フェリックス待って。 DS あるかな。 DS あってほしいんだけど。フェリックス、ここで失うときつい戦いになるぞ。おっと、一応 DS 警戒してるか。この時間使わせてもらうしかない。これ回してフェリックス起こしに行こう。そ
そう、別に俺がやられる分には全然いいから。あら、そう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 、こっち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 、いいよ、おいで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 、スージー、スージーじゃない、ノースージー。オッケーオッケー、お越し行こう。誰かお越し行けてるかな、行けてないかな。いや、肉から入るよこれは俺。オッケー、ボディーブロック、ボディーブロックチェッキングバルト。さすがにここでは持ってくれないか。フェリックス、いい、俺ちょっと離れるわ一旦。いやー、これダメだな、フェリックス釣られちゃうの当然。やべ、回復できてない、何やってん。いや、でもこれ逆に考えよう、ここにフックはないから、今ここにフックはない状態で俺を持つと、それはどういうことになるかっていうのを教えてあげなきゃいけねえ。頼むぜ、あとは俺がグレートをいっぱい出すだけ。できれば肉壁に入ってほしい、肉壁お願いコース。いけるかな、いけそうな気もするに。ダメです、ダメです。まあ、肉壁はさすがにタラコフォビアではきついと。いや、いきなり一人失ったな、きついきつい。いや、諦めないよ、もちろんね、不滅のゾンビ構成なんで、よろしくどうぞ。いや、逆に考え、ありがとうね、サンキュー。逆に考えると、ここフック折れてるから状況いいまであるからね、絶対に離れたところに釣りに行かなきゃいけないって考えると、はあ、ナンシー。いや、まだまだ言ってもまだよ。問題はね、あのフックが共鳴フックだったのかどうか。共鳴フックだとでかいんだけど、いやー、いやでもこっからはきついね。確実にチェイスで時間引き延ばしていかないと状況有利には立てないから、あー、どうしようね。結構ザリちゃんがしっかり救助行ってくれそうな気持ちは見せてたから。いや、これやばいな、自殺しようとしてない？え、ザリ先生まずいですけど、まあ私も行きましょうか。そんなことないか、そんなことなく我慢してるが、がっつりキャンプかな。まあまあまあ、それはいいとしよう。あ、待って、死に慣れてます困ります。あー、ちょっと待って、でもまあフックないから、フックないからって言っていこう。合言葉、秘密の言葉、フックないから。フックある？フックあるの？フックありそう。すごいフックある動き。引っかかってほしい、もう極力。俺もグレートを頑張って出してほしい、マジで。いや、もうちょっと。もう。いやー、これはちょっと待って、俺、自殺もありだな。救助したい。救助はちょっといけないよ、みたいな雰囲気をザリネーが出してきたら、俺自殺して。あの、ハッチにかけよう。ワンチャンもらえるんだったら頑張ろう。うん、これはどっち。いや、来てくれそうな意志を感じるわ、ザリネーの熱い意志を感じる。やろう、頑張ろう。俺がどっかなんか奥まったところでやられるから、あとは逃げてくれ。うん、あとはここから俺が、ありがとう、時間を稼ぐに終始しよう。発電もしよう、発電をしよう、むしろ。さあ、頑張れザリネー。なんかわけわからんところでダウンしたい俺なら、こういうなんかすっげえ難しそうなとこ、こういうとこなんか難しそうじゃない。どこ、まあ回すか、もうわけわかんないなら回そう。さーてさて、厳しい戦いだ。いや、正直2で、いやでもこっから2で行ったら確実に神回なんでね。そう、少なくとも俺がダウンした場合、その放置してザリネを釣りに行くってことは、やりに行くってことはできないのよ、弱音だから。それが救いだね、2人になっちゃった時の。ザリネ、あんたこんなとこにいる場合じゃないよ。ちょっと待って、あんたこんなとこいたらダメだ、2人一緒のところにいちゃダメなんだ。あ、地下、危ね、危なすぎ。いい、俺が引きつけよう、こっちは。引きつけられるのならね。ああ、びっくり、そんなことある。いやー、誰か後ろ側回りたかった。よくみんなこれさ、すぐモテるよな。俺モテないんだよな、これすぐに。さあ、待って、そんなこと言ってないで、グレート出して。私はグレートを出すのに集中してもう何も言えません。頑張って、うん、ダメかもしれないけど頑張って、もう頑張って。オッケー、あとはザリ先生に全てを託そう。弱音マンとして
やれることはやった。いやー起き上がるもしなかったし、一回ももがき抜けできなかったけど、くっそーボコボコにされちゃった。いや棚ときつかったよね、ごめんみんな。はい、ということで、いや、逃げてる、ザリさん逃げてる、ナイスナイス、うわ嬉しい。もうちょっと仲間諦めてたもん、さすがにきついよなこれはと思ってたけど、あーなるほど。そしてルインがなかったのはイタチがあったからなんだね。はい、海の呼び声はもうぶっ壊してガンガン行こうだった。うわーこれはもうリージョンも GG だし、ザリネーも GG だ、おめでとう。いやーよかった。はい、ということで、いやもう何にもできなかったんだけどね、ちょっとタナトフォビア本当に申し訳ないマンですけどもね、ちょっとまだアップデ後リージョンがはびこってタナトフォビアはびこる世界だとちょっとこの構成きつい世の中になっちゃうかもしれないが、そこはなんとか弱音の圧力を押し付けて頑張って戦っていきたいなと思います。ということで DVD オブザデッド終えてパレでした。バイバイ、ザリベありがとう、バイバイ。